明治以降は女子の武道として、その目的を人間形成に重きを置き、女子教育に貢献。昭和30年5月、全日本薙刀連盟発足。昭和43年4月、財団法人となる。昭和34年12月、学校教育の場に復活。昭和52年5月、全日本薙刀連盟の型完成。昭和53年6月、日本体育協会に加盟。昭和58年より正式種目として国体に参加出場となる。薙刀。薙刀は薙刀の修練により、心身ともに調和の取れた人材を育成するを理念とし、薙刀の正しい指導により、技を練り、心を磨き、気力を高め、体力を養うとともに、薙刀の特性の中に生きる日本の優れた伝統を守り、規律に従い、礼情を尊び、真偽を重んじ、毅然として広く平和な社会に役立つ人を養うを指導の指針とします。全日本薙刀連盟の型。ここに全日本薙刀連盟の理想とする型7本を記録し保存する。
うちは突き切った瞬間に歯を返してえぐりつく。死は突きを悩しながら、うちの歯がえぐる状態に入るや否や、反りを利用して巻き落とす。死は後方に体をさばきながら、エブの物打ちで打ち落とす。打ちは払われたのを利用して打って出ようとするとき、右足より前に左足を踏み出す。このとき死に胴を投げられるので間を切る。死は藍爪より接点を変えないで反りを利用し峰で巻き上げる。その時体は正面を向き、少し寄せ足となる。巻き上げた瞬間、石突きの方の手は顎の高さとなる。面打ちは十分に打ち込む。死は面を抜き、左手を軸として浮かないように面を打つ。死は面上の位置で体を十分さばいて打ち落とす。死は石突きを下げ、物打ちで突きを応じる。物打ちで応じた接点を変えないで、体を開いて巻き上げる。死は側面を応じて払うとき、十分な体さばきで払う。受け流しは斜め後方に体をさばきつつ、物打ちで受け流し、前足を軸として面を打つ。
袈裟切りの王子はハブ・エブともに物打ちが肩口の高さでなければならない。巻き上げ払い落としは一連の技として行う。打ちはすねを十分に打ち手の内を緩めない。死は応じたすねの接点を変えないように後ろ手を下げて頭上に巻き上げ右手を軸に払い落とす。